こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はヒールサイドターンをスムーズに曲がるための肩の使い方のね、具体的な練習方法というテーマでね、お送りさせていただきます。ヒールサイドのカービングターンって難しいですよね。カービングをやろうとしているのに進行方向の肩が閉じてしまって深いターンができない人をよく見かけます。初心者の頃、ドリフトターンをやっていた時の癖が抜けずに肩を逆方向にひねってしまうのが原因の一つだと考えられます。前の肩を開いていくことで、より深く、よりスムーズにカービングターンができるようになってきます。なぜなら、前の肩を開く姿勢は骨盤を進行方向にひねっていく必要があり、骨盤を進行方向にひねることができれば腰折れを防いでしっかりと板に乗れるようになるからです。そして前の肩を開くことができれば、顎を動かす可動域が増え、視界を確保できるため安心してターンをすることができます。今回はそんなカービングターンのヒールサイドをより深くスムーズに曲がるコツをお伝えさせていただきます。このチャンネルではフリースタイルボードでダックスタンスでもできるカービングのやり方をね、フリースタイル目線でお伝えさせていただいています。本格的なテクニカルのカービング理論とは異なる点もございますので、あらかじめご理解ください。カービングターンに挑戦したい、練習したいと思っている人にはかなり役立つ内容かと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。さあ、それでは行ってみよう。はい、それではですね、今日はカービングターンの特にヒールエッジターンを集中してね、やろうという感じになっているんで、次やることはヒールエッジの今基本姿勢をね、何回かリフト2本3本ぐらいやって基本姿勢作ってきたと思うんですけど、じゃあ次よりヒールエッジのターンの時の姿勢をしっかり作っていこうっていう、ね、姿勢をねやりたいと思います。でこれやることで何が良くなるかって言ったら、さっき滑ってる時にヒールエッジでターンしてても左肩残っちゃう癖あったじゃないですか。だからこの左肩をしっかりとターン方向に開いていって曲がっていくっていう姿勢を作る、ね、練習になります。で何をやるかっていうと、グランドトリックのフロントテールプレスっていう動き、ね、何かっていうと進行方向に向かって、まあ、こっちかな、進行方向に向かって後ろ足軸に取りながらこっちにこう進む。これってこっち向いたら、はい、ヒールエッジでターンしてる、さっきずっと教えて続けてる姿勢と同じなんですよ実は。ただそれが進行方向が板が立てずに背中方向に進むのか、板を立ててターンに向くなっていくのかの実は違いになってて、すごくね有効的なね練習方法になるんで、これでちょっとやってみたいと思います。でどうしてもスノーボードって順番にね上達していくじゃないですか。まあ最初の頃はもちろんみんな初心者でターンを覚えるときに板をずらしながらターンをしてたと思うので、まあ、板をずらすときにどうしてもドリフトターンをするときに板をクイックに動かしたいから、上半身と下半身を逆方向にねじる癖ってどうしても体についちゃってるんですよね。だからヒールエッジでターンしようと思っても左肩を逆に閉じてこうターンをしたくなってくる。そうすると板がクイックに動くので、まあ、コントロールしやすい。ただカービングターンになってくるとこれがね、なかなか難しい姿勢になってくるので、基本的には逆にね肩を開いていく、ヒールエッジ側に肩を開いていって曲がる必要が出てくるので、じゃあそれの矯正する方法なんですけど、まあ、結論から言うとフロントサイドテールプレス。じゃあフロントサイドテールプレスって何かって言ったら、この姿勢、こっち側に滑っていくものに対して後ろ足の膝が入っていく。でこれですよね。これが実際こっちの方進行方向を向いた状態でポン基本姿勢取ったら、これヒールエッジのターンなんですよ。肩一緒ですよね。ただこれが癖がどうしても残ってて、ヒールエッジでターンしてても左肩が残ってるから、あれなんかエッジ入ってかないなーっていう状態になっちゃうので、ちょっとこの癖をね取るのにフロントテールやりたいと思うんですが、じゃあフロントテールを単体で考えた時にどうやってやるかっていうね、まず必要だと思うので、イメージ的にはまずテールプレスねやんなくちゃいけないんで、はい、膝ギュッと内側入れちゃってください。あ、これごめんなさい、膝を一回曲げます。曲げて膝を内側にキュッと入れます。そしたらそこからもうまず横の骨盤、これをテール側に移動してください。キュッと、はい、次は前足伸ばします。そうそうそう、これで、あ、うまいうまいうまい、テールプレスになってるじゃないですか。でこの時に意識してほしいのは、体の上半身の軸を水平に対して垂直を意識してくる、ね、これで斜めにこうしちゃダメ。斜めにするとこれターンに移して、ターンで離しちゃうと後傾になっちゃうからコントロールできなくなります。なので垂直の軸作ってあげる。でこの状態で、はい、肩でバランス取るようにしてあげてください。そうするとテールプレス。でこの状態からそのまま
旋回させていく。そうで目線をヒールエッジに対して触角の位置に目線をスッと持ってってあげましょう。うまい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 バッチリ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 。オッケーオッケーオッケー。うん、これがフロントテールの姿勢。まあ今日はね別にフロントテールやるわけじゃないんで、これを完成させるんじゃなくって、今止まった状態でこのフロントテールね形覚えましょう、ね。肩がちゃんと開いてる状態。じゃあここからヒールサイドのターンに持っていくということは進行方向を見ます。板の先端の方に目線を持ってきて、ここから上半身とかの姿勢は一緒ね。そのままキープして持っていく。そしてそこから顎をポン、前足の膝ぐらい。もしくは前足の上ぐらい、ね、これはちょっとみんな の説明の状況とかによって変わっちゃいますけど、そこにただ持っていく。そうするとノーズが落ちると思うんですよね。はい、これで OK で足元見ないでちゃんと進行方向を向いてあげる。で顎と頭のてっぺんをまっすぐ、これも垂直の軸をキープしてあげる。はい、OKOKOK、OK OK OK、でこういう肩リラックスで、ここからヒールエッジにターンが始まればストーン。そう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 、うん、ターンになってくるんですよね、ヒールエッジの、うん、っていうような、動きで、まあ、よくねグランドトリックとターンとかそういうのはまあ別物って考える人いるんですけど、スノーボードはあくまでも実は同じ動きを、してて、それをどういう風に活用してるかっていうのは実は結構多くて、このグラトリ練習することで実はヒールサイドのみんな苦手なターンがね得意になっちゃう可能性もあるので、ちょっとこれをちょっとね意識的に、次滑りながらやってみたいと思います。さあ行ってみましょう。はい、レッスン動画以上となります。今回はヒールサイドターンをねスムーズに曲がるための肩の使い方をね具体的な練習方法をねお伝えさせていただきました。肩を開くことで深くスムーズなカービングをねすることができるようになります。その肩の開き方を練習するには低速でしっかりとね癖付けを練習できるグラトリのフロントサイドテールプレスがおすすめです。グラトリとカービングは別物と思われがちですが、共通の体の使い方があります。同じことを繰り返しているだけではね上達に限界を感じている人はぜひ試してみてください。はい、というわけで、ゲレンデでのレッスンもスタートしております。すでにですね1月19日までの、募集をスタートしました。大人気のグラトリクリニックは土曜日開催、日曜日はリバースターンなどの、ね、カービング系のレッスンとなります。プライベートレッスンもね受け付けておりますので、日程などご相談ください。今シーズン確実にね上達をしたいと思っている人はぜひご参加ください。詳細は動画説明欄にリンクを貼っておきますのでご確認よろしくお願いいたします。はい、以上となります。この動画が参考になったと思っていただけた方はぜひいいね高評価よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今シーズン10万人目指して頑張っております。応援よろしくお願いいたします。質問のある方はねコメント欄に書き込みよろしくお願いいたします。今回の動画はね以上となりますので、長い時間最後までご覧いただき本当にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。